ひょっとするとですよ。あと2週間で終わりじゃないですかということは、あの大きなドローンのようなものは、あの姿から飛行機のようなものに変化するとは考えにくいわけで、私が楽しみにしていた小型電動飛行機は大きなドローンで終わってしまうのでしょうか私なら投資しないです。ところが、投資家にお金を出させたくなるのが、 ののプレゼン能力なのですねきっと多くの投資家が刈谷先輩の小型電動飛行機の事業に投資してくれることでしょうそして最終回には空高く舞い上がる小型電動飛行機が出来上がっているに違いありませんただ心配事が予告でもあった貴司のスランプ結局 たかし、今度は日本を飛び出してしまいそうで、そうしたら、緊急事態宣言が出て、日本に帰ってこれなくなるという、最悪、最終回にたかしがいないってことも、考えられなくもないわけで、そんなわけはないと思いますが、だって、最終回は2027年という噂ですから。 短歌で家族を養えたらそれはすごい偉業だと思います最終回のたかしに注目ですね第117話のあらすじです舞は刈谷と玉本の作業場で刈谷たちが開発している空飛ぶ車と対面する刈谷の熱い情熱に触れ舞は大学時代の人力飛行機スワン号を思い出す刈谷と玉本は サークル時代と変わらず空への憧れを抱き続けていた